10月4日と1日、鹿島市通りを中心に浜松収穫祭2008が開催されました。浜松の地域ブランドと豊富な地場産品が集まり、さまざまな催しも行われる浜松の秋の魅力が満載のイベントで、今年も多くの人でにぎわいました。歩行者天国になった鹿島市通りでは浜松大仏探検が開かれ、天竜川で採れたヤマメやアユの塩焼き、果物やお菓子、花などの特産品や名物が大集合しました。浜松には本当にたくさんの名産品がありますね。物産展の隣では市場祭りも開かれ、浜松市中央卸売市場から直送された新鮮な食材が並びました。市場ならではの豊富な品揃えと安さで買い物客が絶えず大盛況でした。4日の土曜日には水産問屋によるマグロの解体ショーが行われ、およそ60キロのメバチマグロが見事にさばかれると、観客からは大きな拍手が沸き起こりました。試食会ではメバチマグロの刺身1000人前が用意され、訪れた人たちは長蛇の列を作り、新鮮なマグロの味を堪能していました。また地元浜松の食材をたっぷり使った浜松スープの試食会もありました。県内1位の生産量を誇るお米や、秋の味覚を感じさせるさつまいもなど、スープの具としては珍しい食材も入り、他では食べることができない特製スープを多くの人がじっくりと味わっていました。その他にも浜松の名産品の産地を当てるご当地グルメを探そうというゲームも設けられ、多くの親子連れが参加しました。子どもたちは配られたカードに書かれたヒントを頼りに、地面いっぱいに広げられた浜松市の地図に名産品のシールを貼って楽しんでいる様子でした。5日の日曜日には 3-on-3 バスケットボール大会が開かれました。プロバスケットボールチームの浜松東三沢フェニックスの選手も応援に駆けつけ、試合前にはサインや握手を求める子どもたちに囲まれ大人気でした。試合では大人顔負けのスリーポイントシュートを決める子どもたちが登場し、会場を大いに盛り上げました。そして音楽と踊りで街中を盛り上げようと、浜松大パレードが今年も行われました。阿波踊り、やらまいた、吹奏楽のマーチングバンドが JR 浜松駅北口広場、北らからモール街、鹿島市通り、そして有楽街まで盛大にパレードを行いました。多くの市民が参加し、元気な踊りと音楽で訪れた観客を楽しませました。天候にも恵まれ、今年も多くの人でにぎわった浜松収穫祭2008。浜松の秋の魅力を存分に満喫できた2日間でした。